ビューズチャンネルラジオ、工事現場のプレハブ小屋。変なの。さあ始まりました、工事現場のプレハブ小屋。かっこかり。このラジオは U 字工事さんが所属する事務所ジューズの若手芸人スーパースーザホンマシンのターくんとラジオオフの山口でお届けいたします。お届けって言った。なんか耳キーンになってる。頼むで。滑りすぎて耳キーンってなってる。はい、わかりました。工事現場の休憩所、プレハブ小屋で話すふわっとしたラジオです。本当になってるからちょっと落ち込んじゃった。なんなん。いや急になったの今。急になった。滑りすぎてキーンと本当に落としたの。やとしたら、うん、ずっとやってる。じゃあ急な症状じゃないの。ないないない。偶然重なっただけ。そう大丈夫です。はい、よかったです。いつもの感じです、ね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで2022年も1ヶ月くらい経ちまして、はいはい、まあ最初の方に抱負はね、まあいろんな抱負とか言いましたね。プライベートのなんかこれやりたいなっていうのが最近見つかって、はい、ああ、そのなんか趣味的なこと、趣味的なやつ、はいはいはい、コンサート行きたいな今年はと。ああ、まあだからなかなかこの時期ね、開催ができなかったり、そう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 、なのでまあ前から好きねんけど、今年こそはミーシャさんのコンサート行きたいなと。You're everything の人歌うなよデブ。なんで。いや分かりやすいように言ったんでしょ。耳が油になるだろうが。どういうこと。俺油吐き出してんの普段。ああ、ギトギト耳がギトギトマーライオンみたいなことしてんの。油吐き出してるから、あ、耳キーになってる。なんで耳キーなんだろう。なんかあんのかな。来てるじゃん、この部屋に囚われてんじゃない。なんかね、びっくりすんだよね。早く帰れるでしょ。山口になんかモスキートーンみたいなのが急に。で、もう一組ね、はいはい、コンサート行きたいなと思ってる。ミーシャさん以外に、はい、ケン直子さん。おお、なんかケン直子さん行きたい。ケン直子さんがあんまり歌うイメージがそこまでない、ないけど、でも、でも元々歌手の方ですよね。歌手やし、めちゃくちゃ歌うまいのは俺も生で聞いたことないけど。あー、そうなんですね。なんか音源って言ったらいいの。やっぱりなんかバラエティーとかのイメージが強すぎてあるから、そのコンサートってなるとマイクもなんかなんていうの、喋るやんか。まあ喋りも上手いですし、ね、そうそうそう。だから歌上手い、喋りも上手いで、なんかこう面白くて勉強になるかなと思って。のどんな曲、健直子さんが持ってる曲があるんですかね。もちろんカモメの歌。あ、あとカバーもされてる。なんかカバーとかのイメージが、サザンオールスターズさんの曲とかもカバーされてる、ね、かっこよさそうですね。全然なんかその、あ、ケン直子さんが出してるんやなっていうって思っちゃうくらい、あ、もうやっぱ上手いと、上手いというか、まあ、元々やっぱ歌手だと、もうプロの方ってすごいですもんね。なるほど、本当になんかね、メジャーデビューをされた方かな、うん、とちょっとお話、なんか歌を聴く機会があって、生歌、おー、生歌、そのカラオケ一緒に行って、おお、すごい。え、カラオケで、カラオケで聞いて、すごかったですよ、やっぱ。あ、そうなんや。なんかその、やっぱね、なんかプロの方歌うと点数出ないですよね。その精密採点みたいな。はい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 。で、自分の曲が入ってたりとかしても、うん、なかなか上がんないらしくて。なんかやっぱちょっと癖があるのかわかんないですけど、はいはいはい、まあそれが味というか、聴いてていいみたいな。だから、上手い人ってまっすぐ、綺麗に歌うからっていうことなんだと思うんですけど。はあ、やっぱプロの方すごいなと思う、うん、だからそういうのでちょっとプロのコンサートに行ってみたいと、ね、行ってみたいということです。はい。もうそうですよね。だから、はい、なかなかね、僕もだから音楽ライブってなかなか行かないんでちょっと興味ありますけど、うん、一緒には行かないよ。先に言うと一緒には絶対行かないよ。なんだろうな、僕人混みが苦手なので、うん、いや人混みが苦手かもしれん、山口の場合人混みが苦手かもしれんけど、うん、他の人は山口のことみんな苦手やな。大丈夫。電車内の全員とか、ね、電車、そうそうそう。でけえの来たよ。あ、暑苦しいよこいつは。さっきファミレスで言われたもんね。女の子に。みたいね、なんかね、カップルに言われたらしい。でか、肩ぶつかりそうになっちゃったよって言われちゃったらしい。言うな言うな。彼氏がね、彼氏の方が大人だったね。まあいいじゃないですか。今年はちょっともうね、ミーシャさんと、ケン直子さんの音楽ライブに行きたいと思ってるんで、行ったらまたなんか報告できればなと思います、はい、ね、開催されるようになってほしいですね。うん、はい、確かに。というわけで本日のメイン工事は今年来てほしいことということでね。おお、まあ、ちょっとさ、ざっくりで分からんやな。まあなんかその個人的に、よくその口で言ったな。
あなたが決めたタイトルでしょ、だからなんで伝えようかわからないけど個人的に今年これブームで来てほしいこと、はいはい、そう、じゃあいいじゃん、今年ブームで来てほしいことってことですね。そう、はいはいはい、わかりました。ちょっと短くまとめてキュッとしたかったと思うね。提出したら伝わらなかったそういうことですね、はい、あの今年ブームで来てほしいこと、はい、そうです。なんだろう、ブームで来てほしいといえばやっぱ僕はもうデブームです。いや来たことないやん。違う違う違う、あ、まあそうか、あの女子は来たことあるんですよ。女の子はラファーファだった。ない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 、ぽっちゃり系女子が流行ったんです。ない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 、いや、なんだったら今もう好きな人は好きなんですよ。言っとくけどぽっちゃり系女子は常に来てる。あ、だからそういうことでしょ。だから特になんかテレビとかで取り上げられるようになったんですよ、はい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 、それが。だからみんなぽっちゃりの女の子が好きだったりするじゃないですか。まあ意外とね、結構男の人多いですけど、その中でもテレビとかに取り上げられるぐらいブームになったわけですよ。ぽっちゃりぽっちゃり限定、あのなんかメイド喫茶みたいのがあったりとか。けどぽっちゃりってラファーどんな、何のぽっちゃりっていうのもあれでしょ、体重100キロ以上でしょ。でっけえ何これ、いやもう俺からしたらそうですもん。女版山口やん。いや女版山口はあれよ、もっとでかいよ多分どれくらいどれくらい、130くらいあるんじゃない。そんなもんの女山口はそんなもんでいいの山口女版いや俺が160くらいですからね。女性の芸人さんで130ってどんな感じ。安藤夏さんとか130いくんやん。120くらいだったかなと思います。130とかそんなで、あのマツコさんが140、女性じゃねえじゃん心は女性でしょマツコさん、マツコさんでしょあの人。いや俺はマツコさんじゃない似てるって言われたことあるだけで似てるって言われるのか。5時に夢中で辛辣なコメントを話さないの俺。あ、そうだよ大丈夫だから僕はデブームで男子が来てほしいなと。ぽっちゃり系男子が来てほしいなと。いやけどデブじゃないけど多分僕来てほしいなって言ってますけど、ぽっちゃり系男子の枠には僕は入らない気がします、うん、言ったものの。いやなんかそのデカすぎる男子なんですね、まあ、デブじゃないもんな。やっぱラガーマンは流行る、流行るというか、まあまあでもゴリゴリ系みたいなんですよね。がっちりした人、はい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 、デブじゃないけど、けどそれでも100キロオーバーの人いっぱいおるわけやん。いっぱいいます、いっぱいいます。ああいう人たちはかっこいいなと思うけど、山口みたいにただ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 ブク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 太ってるやつはかっこいいと思わんやん。もうアメフトの貯金しか残ってないから筋肉アメフトの貯金だからアメフト部時代はもうめちゃめちゃ鍛えてたんで。アメフトの借金やろそれ。あそれ、まあ確かに借金かもしれない。太りやすくなったんだ。ちゃんと税金払い、めちゃめちゃ食うよ。税金払いお前、土地代重量税重量税車じゃねえんだよなんだ重量税ねで何が来てほしい。いや僕はもうもっぱらやっぱ三重県のブームですよね。三重県こそブームというかさ、それこそ、うん、あのもう大有名じゃないですか。大有名じゃ大有名やけど、その伊勢神宮、長島スパーランド、鈴鹿サーキット、四日市の夜景、松坂牛、伊勢エビ、的矢垣、志摩スペイン村、熊野古道、伊勢湾、すごいのいっぱい、鈴鹿山脈、うん、だからいっぱいある。自然薯、俺が喋る時に名物言うな名物でかぶせてくんの。来いよ来いよ来いよ。なんかカンペでオランダって三重弁ね。三重弁、三重弁ですかね。あ、オランダってことね。いなかった、いなかったっていうのオランダっていう。あ、オランダね。はい、オランダ。三重弁他に何が出るんですか。まあ、明日、明後日、刺さって、し、あさって。え、明日、刺さって、明後日、刺さって、なんで明日、なんかうちのネタみたいですね、それ。明日、刺さって、明日、違う明日、刺さって、刺して、刺されて刺しつ、刺されつの関係。なんなんその歌謡曲でありそうなの明日、明後日、明後日、で、あはって刺さ、あ、しや、え、刺さって、あは体験、刺さって、明日、明後日、刺さって、で、しやさってが来る。刺さって、刺されて、なんなん、しやさって、え、部屋と T シャツと渡してるみたいな。そんな風には言ってなかったけど、明日、刺さって、刺さって、しやさって。今日が23でしょ、はい、で、明日が24でしょ、明後日が25で、刺さってが26、しあさっては27ですね。おかしくない。だから三重県の人と予定合わせるときは明日、明後日って言わない方がいいですね。刺さってって言われちゃう。そう、刺さってが入ってくるんで、その三重県以外の人がしあさっての何時にここって言ったら、うん、
三重県の人は4日後に来るって。まあけどちゃんと理由があって、はいはい、刺さっては3日の3の刺さってね。ああ3で刺さって。そう。あさっては。でしあさっては4日後の死のしあさって。三さってあ三あさっての三さってみたいなことか。あ東京は。今日が23でしょ、明日はいくつ、あれ明日、あ、そっか、あ、違う、あれほら、そうでしょ、ほら、だから言ってずっと何言ってんの、あ、しあさってが一個奥に来てんだ、何見てたのあれ、ホワイトボードにボスがホワイトボードに書いてくれてるさ、だ変だなと思ったやつをさ、お前ずっと何見てんの、俺もあれだわ、俺も俺もあれだわ、あの文脈のトリックだわ、そうだ、だからしあさってが3日後になるでしょ、けど伊勢近辺の神の子たちは三重県の神の子たちは、もう言わないよ誰が神の子だも失礼だし山本キッドかってあ神の子ね、マー君かっつって神の子いいなまあまあけどしあさってってことで、うん、ブームはいそうなのよ、三重ブームなのよ、いやだからグルメがもっと他にもあるわけですよ、まあ僕は赤福食べたいっていうのはずっと言ってましたけど、まあね、そうなんですよ、なんかいや赤福も赤福食べるチャンスあったんですよ、実はあの正月じゃない年末に、うん、あの漫才協会でおあの青空球児工事工事さん球児工事さんの球児師匠がゲロゲーロの方、ゲロゲーロの方です、ゲロゲーロの方、はい、ゲロゲーロの方っていうのも失礼なんだけどあのがあのお土産で赤福を大量にいただいてきたみたいで、あの気に入ってる若手にだけ配ってた、っていうことは山口は気に入られてないあのずっと師匠の横でそうなんですねって言いながらずっと話聞いてんだけど気に入られてない、全然赤福くれない気に入られてないか、で後々聞いたら赤福配りすぎてもう配る分なくなっちゃってから自分の分しかなかったらしくて、あか、まあ、気に入られてないか、もしかしたらあの球児師匠か、球児師匠、球児師匠、球児師匠、まあ、ちょっと今ちっちゃいから山口のことずっと壁やと思ってんじゃんそうなのかもしれない、壁やと思って、おると思って、老眼とかで見えなくなって最終的にこいつ壁がいるって、壁は赤服食わないね、赤服ノーチャンス、うん、ノーチャンスなんでカンペで書く内容かなそれ赤服ノーチャンス、まあまあけど赤服もいや確かに赤福はもうその全国のお土産売り上げナンバーワンなんでね、あまあまあだから大々的に有名ですよ、そうですよ、だから先輩もらってきてて、うん、うわいいなっつってすぐ行ったんだけど、 それが最後だったらくそと思って、まあけど三重県のね僕の地元津市にははい、はちみつまんじゅうという美味しいまんじゅうがあるんですよ、あーはちみつまんじゅう、はちみつの味するまんじゅう、まあ中はちゃんとその中この生地があって中に、粒あんかこしあんかちょっとあれなんですけどあんこが入ってて、蜂蜜の味がするんですよ、あれ蜂蜜の味がするんだ、蜂蜜の味がするんですよ、え、どこに蜂蜜が入るんですか、生地です、生地だと思うんですけどね、あー、なるほど、っていうのがあって、これがまさかの1個60円あ、安い、めちゃくちゃ安いんですよ、あ、美味しそ そうなんかちょっとどら焼きみたいな色なんですね、そうそうそう、まあ焼いてるんでね、表面を、あれ、だからなんかあれみたいな、うん、ベビーカステラみたいな色ですよね、あ、確かにベビーカステラの中にこしあんが入ってて中は熱々でほんのり蜂蜜の風味がする、八万、あの八万八万、ベビーカステラ超好きなんで、八万って呼ばれてんね、八万でも60円のそうっすややこしい、八万買いに行こうっつって、いやいや津市民とか三重県民の中で八万八万って言ったら蜂蜜まんじゅうねって言って大門商店街に行くね、八万ね、蜂蜜まんじゅうで八万、ああ、何理解してんだよ、いや僕もう8万ってなんか値段の後で聞いたから、なんでやねん8万すんの、なんでやねんなんでやねんなんでやねんそれ三重の人は何ちょっと帰国しろよみんな、なんでやねんなんでやねんそんな無理して関西弁使わんといてってなるよそれ、海外の人同士はい、ありがとうございます、いやだからすごいなまってたから海外なまりみたいな片言になってたからまあまあけど今年はね三重ブームもっと来てほしいですよね、三重ブームね、なんかもうもともとね、なんか観光地として結構有名な、いや観光だから細かいところですよ、あーその、ね、お餅も実際赤福だけじゃないぞと、なんかあの当時のあの佐賀みたいな、佐賀がこうブームになった時期あったじゃないですか、
花輪さんの佐賀県の歌でとか、あれですよ、東国原知事とかで、東国原知事は宮崎じゃない、宮崎だ、宮崎とかが流行ったじゃないですか、宮崎マンゴーとかで、まあ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 、観光とかで流行った、はいはい、そういうので流行ってほしいみたいな、ね、そう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 、なんかそうです、だから観光客も増えてほしいし、よし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 、何にシュルシュルシュル青山高原とかにね、行ってほしいですね。だもうどうもどう。伊賀忍者村とかね。みんな調べてください。伊賀忍者村っていうのは伊賀の忍者村、ね。忍者になれるんでね。おお、なるほど。検定があって行ったらもらえるんで。はい。というわけでね。というわけで、はい、山口はデブーム。デブーム。熱苦しい。デブ、みんなデブに憧れる時期がね。国民全員デブ。やだ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 。食事に絶対タルタルソースがなんか、うん、醤油ソースタルタルソースみたいな。絶対ついてくるみたいな。逆に経済回るのかな。なんかでも絶対なんか食もう飲食代高くなりますからね。まあいいや、それはデブームで僕が三重ブーム来てほしいっていう。なんか渋いけどね、三重ブームは。さあ今回もデューズチャンネルラジオ聞いていただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントで話してほしいテーマや相談事もお待ちしております。山口考案サプライズデートの参加者も募集しております。頑張っていきましょう。応援すんなってここでちゃんと GoPro 回すんでね。 GoPro 回しますか。はい、というわけで工事現場のプレハブ小屋かっくりスーパースーザホンマシーンのパー君とバジトフの山口でございました。それでは皆様本日もご安全に。